マサトです。こんにちは、こんばんはですね。今は今日は、また妻の月に1回ですね、約、4週間に1回ですね、妻の受診で、また駐車場で録画撮りしています。時間は10時35分ですね。はい、まだまだ日中は暑いですね。車のクーラーつけて、御言葉の時となりました。今日はこの聖書ですね、ミクトン触れて、まだ、聖書1日1章から今日はまだ、ヨハネの黙示録17章ですね。はい、なかなかヨハネの黙示録、最初の1章の1節に、イエス・キリストの黙示とありますけど、現在いろいろと、世界情勢厳しいですね。ロシアがウクライナに、侵略して、核で恫喝してますね。このような厳しい状況、またいろいろと政治経済、いろんな状況、また天気がいろいろな状況ですけど、この世の中にあって、私クリスチャンが、今日も御言葉によって歩む幸い恵みを覚えていきたいと思います。今日は休みですので、普段は、なかなか、実際、仕事となると、早起きして、落ち着いて録画撮りはすればいいかも分かりませんけど、なかなか思いはいかないですけど、今日は早速、御言葉に触れてで生きていきたいと思います。ヨハネの黙示録17章ですね。はい、感謝いたします。17章18節までありますね。はい、いきます。ヨハネの黙示録17章、また7つの鉢を持つ7人の御使いの、1人が来て私に話してこう言った、ここに来なさい。大水の上に座っている大淫婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧行を行い、地に住む人々もこの女の不貧行の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた、私を荒野に連れて行った。すると私は一人の女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで、身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった、金の杯を手に持っていた。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が生徒たちの地とイエスの証人たちの地に寄っているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。すると御使いは私にこう言った。なぜ驚くのですか。私はあなたにこの女の秘技とこの女を乗せた7つの頭と10本の角と持つ獣の秘技と話してあげましょう。あなたの見た獣は昔いたが今はいません。しかしやがて底知れぬところから登ってきます。そして彼はついには滅びます。地上に住む者たちで世の初めから命の書に名を記されていない者はその獣が昔はいたか今はおらずやがて現れるのを見て驚きます。ここに知恵の心があります。7つの頭とはこの女が座っている7つの山で7つの王たちのことです。5人はすでに倒れたが1人は今おり他の1人はまだ来てません。しかし彼が来ればしばらくの間とどまるはずです。また昔いたが今はいない、獣に、ついて言えば彼は8番目で、ありますが先の7人のうちの1人です。そして彼はついには滅びます。あなたが見た10本の角は10人の王たちで彼らはまだ国を受けてはいませんが、獣と共にひとときだけ王の権威を受けます。この者どもは心を一つにしており自分たちの力と権威とその獣に与えます。この者どもは子羊と戦いますか。子羊は彼らに打ち勝ちます。なぜなら子羊は主の主王の王だからです。また彼と共にいる者たちは召された者選ばれた者忠実な者だからです。御使いはまた私に言った。あなたが見た水すなわち
インプが座っているところはモノモンの民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角とあの獣とはそのインプを憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食らい、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。感謝いたします。ヨハネの黙示録17章ですね。なかなか、聖書をこの解釈説明するものではありませんけど、この日々クリスチャンとして日々歩む、デイリーブレッドじゃないですね、日々、御言葉も触れてで、しています。この普段は、先ほども言いましたように、なかなか短い時間ですけど、今日はお休みで、ヨハネ黙示録なかなか何回か学びをしていますけど、なかなかその知識としては頭に入りませんね。はい、なかなか難しいですけど、また記憶が薄れていきますね。私のイエス様が、天に昇れてまた来ると約束されています。この創世記、この聖書、旧約聖書、新約聖書が一貫として、創世記の一章の一節、神が天と地を創造された、またヨハネの黙示録の最後の節はまた来るから、また来ますということが、書かれています。感謝いたします。私の救い主イエスキリストのことが、書かれています。はい、この日々、この罪ですね、この罪、この罪の奴隷、なかなかこの、前回、牧師先生からメッセージされましたけど、これを贖う、罪に、代価を払う、奴隷の解放は人間制度を作った制度ですので、代価を払って、古代においてそのアテネ、ギリシャ、またローマにおいて古代ですね、代価を払って解放できますけど、この私の持つ、このエヴァが、アダムが、神様が最初に命じた善悪知る木を食べてはいけないという、に背いて食べて時以来、このキリスト教でいう現在、罪が入って、この私たち生まれながら誰一人として、罪を持たないもの、罪ということは罪を持って生まれますね。この自我、この人間のこの肉の欲を贖う、この諸悪の根源すべて、今この、世に見えるそのこの悪事、その悪については根源ですね。これについて、罪の私の自分自身もその思いを心を見ると、罪の存在を認めざるを得ないですね。この解決方法を、熱心して日々、努力して、そして、正しい行い、正しい、鍛錬、修行して、この罪が克服できるものではありません。私も、そのイエス様に出会うまで、どう解決し、どう真理、この自分自身との戦いですね、この自分自身のをもう、に降参して、この、その自分自身を解放する、この、解決として、イエス様がこの罪を、この贖ってくれた、前科すべてを贖ってくれた、この霊的にも体もすべてだから、私はこの三位一体の神様、神様と、この父なる神様と御子イエス様、聖霊なる神様、三位一体が宿っています。このことを覚えて、私は日々成果されていきますね。時たま、神様を無視したり、自分の欲望が、自分の欲求が、自分の思いが神様の思いよりも優先する時があります。本当に悲しいことですけど、これも認めざるを得ないですね。神様の前に真摯に改めて、神様から誓いをいただいて、許していただいて、また歩み出す幸い、恵み、その歩み、信仰、教会生活、また信仰生活を借り見たいと思います。だいぶ、余談が、前置きがなくなりました。今日の注目する箇所は、17章ですね。あえて、注目する箇所とは、なかなか、御言葉読んで、では難しいですけど、このここに、こうですね、で、
こっち、17章の17節ですね。ここを、まあ、注目していきたいと思います。それは神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるにされたからです。なかなか、意味深い、言葉ですけど、この、それは神が御言葉の成就するときまで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにしてその支配権を獣に与えるようにされたからです。こと、まあ、注目していきたいと思います。あえて注目するな、日々。今日は、この、まあ、お休みで日々、クリスチャン生活ですね、今日は水曜日ですね、感謝いたします、私も毎週水曜日ですね、まあ、若い時は熱心に、まあ、水曜日も、まあ、7時からの教会祈祷会に集うことができましたけど、年を重ねていろいろなその生活スタイルが変わって仕事の時間も変えて、なかなか最近はこの夜の祈祷会、祈り、クリスチャンの呼吸と言われますけど、祈祷会には出席できませんけど、まあ、このことを覚えて、このように、いろいろと試行錯誤しています。若い時は牧師、宣教師にフルタイムになりたいと思っていましたけど、あえてこのように、60過ぎかな、もう YouTube 始めて5年経ちますね。そういう思いで、なかなか自分の信仰生活、教会生活、また、家族の救いが、個人的にイエスも信じる幸い恵みに預かりませんでした。亡くなった兄ですね、三つ上かな、そして、父、また二番目のお姉さんですね、イエス様はのことを、聖書のことは理解しています、してきたけど、まあ、こういう時に受け止めましたけど、でも、心からイエス様を自分の救い主として受け入れる際は恵みには預かりませんでした。まあ、これは委ねて、まあ、ある先生、ベテラン先生かな、まあ、その、こういう、まあ、すべきことを委ねて、結果は委ねることで、まあ、あえて自分の、まあ、その、この、責める、また、強いことなくて、まあ、与えた思い、結果は神様に委ねることで、この YouTube も、なかなか、厳しいですけど、1000人を目指して頑張っていますけど、結果をまた、一人でも多くこの聖書、また、聖書的な教会に足を踏み入れる際は、恵みに扱っていただけば、用いていただければと思って、動画を配信しています。今日は長くなりましたけど、この今日の御言葉、ヨハネの黙示録17章の御言葉ですね。難しいですね。はい、なかなか理解するには混乱ですけど、聖霊御霊に満たされて理解、して神様は何を語っているか、何を望んでやるかも覚えて、今日も歩みたいと思います。週の後半も歩みたいと思います。マサトでした。長くなりましたけど、マサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。次回の御言葉に触れてお会いいたしましょう。マサトでした。週上げです。パッションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。